女子シングル3位に入りましたアメリカのサラ・ヒューズです。まだ15歳です。曲は振り付けの名将ボブ・フォッシャーの名場面を集めたミュージカルフォッシーから。サラ・ヒューズは本当に元気いっぱいいつも演技しますね。そうですね、あの元気がねすごくね、はい、いいっていうのもあるんですけれども、まあそれにも増してね、やはりその一つ一つのねポーズの作り方がねすごく綺麗ですよね。例えば指先とかそういうところですか。そうですね、指先、それからまあ背中、肩、それからその顔の例えば傾け方、はい、そういうこういう表情をするにはどのポジションがすごく綺麗に見えるとか、そういうのをねよく知ってますよね。まあそれだけトレーニングしてるということだと思うんですけれども、その辺が15歳に見えないところでしょうかね。そうですね、ジャンプもやっぱり確実に決めてきます ね。トリプルもね、トリプルジャンプも綺麗に決めますし、はい、まあ、やはりジャンプ自体はものすごくその正確さを持ってると思うんですよ。ですからファイナルでもね相当頑張っていい、こういう成績でねいい成績で終わったと思うんですけれども、まあ、ただジャンプとかスピンとかそういった大きな技のね、はい、間、それからポーズをつけるところから次の技のつなぎ、まあ、そういったようなところがねいろいろねステップが入ったり別のポーズが入ったりしてくると、すごくいい選手に、ね、育ってくると思いますね。オリンピックももうすぐですから、とても楽しみです。トリプルルッツもね軽く飛びますね。他の選手が緊張する中でヒューズはファイナルでも笑顔が見られましたね。そうですね、なんか精一杯ね、なんか滑りたいっていう、なんかそのここで滑れて嬉しいというね、なんかそういう滑る前の、コメントもありましたんで、はい、本当に楽しんでね滑ったんじゃないでしょうかね。この笑顔にそれが伝わってきますね。試合の後もねすごくねいい笑顔でしたね、はい、ただねこういうポーズの作り方とかね、間の取り方って本当にねとてもね15歳の、ね、選手とは思えないですよね。天性のものなんかじゃないかと思ってしまいます。踊るのがね、楽しいのかもしれませんね、はい、軽快な動きになってきましたね。こういうメドレーってね結構難しくてね、その曲によって、はい、やはり踊り方が違うわけですよ。でその典型的なところをね上手に捉えられるかどうかでね雰囲気が変わっていかないか決まってしまうんですね、はい、だからそういう意味ではねものすごくねそのミュージカルとかねそういうの見てるんじゃないですか、見て勉強してるんじゃないですかね。こういうポーズも独特ですよね。体も柔らかいですよね、はい、これねカートフィールと言いましてね、はい、今割と上位の選手でも普通3回か4回しかできないような技術なんですよ。周りも可愛いですね。女子シングルで3位に入りましたサラ・ヒューズの演技でした。女子シングル第3位アメリカのサラ・ヒューズ。